私の弓道理論を一言で言いますと、こっちに強した大胆な方向、折れた方向の手袋、音楽が変わらないように、受け持っている方向に手を外してください。手の手の内もこの形が道を越してもこのように手の内の中でこのように弓が空回りしていきます。離したときに鶴はこのように回転していくと思います。弓を静かに倒していきます。に入ったときに体の狙いですね、感覚での狙い、いわゆるぼんやりと半眼で見るようにします。右目で的を見て、右手から的が離れないように開いていきます。手の内は中押しにする。嫌だ。張り気をする。胴体を起こす。息を起こし、スーッと起こす。息を起こしなので、肩を大きく、柔らかく。自分の内、的を飛ばす。手を起こすにも肩を変えない。開く、開く。男子の上です。